ボールを振らせました。空振りしていくのかと、そういったところが一つ池谷さんポイントになってきますね。はい、だからチームとしてこういうバッティングをしてくれる。1対1、5回のゲームということで、山本さん、やはりあの雨の状況はですね、この後も良くなる予報がないということで、そうなんですね、この辺り審判が、まあ、早い判断をしましたね。上がる、まあ、今すごく発達してるですよね。ここで決めてほしい。打球が決まったでしょ、これ。どうだ、入るか、入るか、惜しい。ただスルーベースヒット、あともう一つ。ストレートを打ち返しました。力では負けない鈴木誠也、伸びていってフェンスに当たっています。タックルありません。鈴木誠也が足出して三塁到達、スリーベース。もう一つのみであれば投げたから打っていないんですが、ないんですけども、これもいい当たり。破っていくか。鈴木は一塁蹴った、二塁へ向かう、ボールが返ってない、スライディング、ツーベース1本、スリーベース、そして2打席がツーベース。ファールで握れますから。今日当たっている鈴木誠也、スルーしていきました、しっかりと捉えていきました。もう自身の連続試合安打も15に伸ばした大谷です。空振り三振。いいボールあるわ。変化球、構わずでしょ。ノーツーインコース、見逃し三振。手が出ませんでした。すごいクロスボールだ。この回は結局取ったと攻撃です。反対方向、サード取っている。すごいプレーだ。なんだ今のは。はい、一つ牽制を挟んで、次が3球目、ランナーがスタートして打っていきました。レフトに上がったこの当たりは、そのままスタンドに飛び込んでいきました。2番の菊池、この打球が伸びていきました。いやー、まあ、今のちょっとここはバットで決めることができるか。ライオンズの内野は極端な前進守備です。初球打ち、センター、大変な長いお待たせしました。コリジョンルールを適用するか次第かを十分に検討した結果、コリジョンルールを適用してセーフとします。三塁線、抜けていった。
とそのダブルプレーが非常に怖いので、どうだ、伸びていく、いけ、いけ、いけ、いった、逆転、最後のスリーランホームラン、鈴木誠也、マツダスタジアム科学劇場、最後に幕を閉じたのは昨日に続いて背番号51でした。なんということでしょう、これがあるからプロ野球は面白い。昨日そして今日とバファローズの勝ちパターンを完全に打ち砕きました。4対3、こんな試合は見たことがありません。大城さん、はい、いやありましたよ、また鳥肌がもう私の見てが鳥肌が立ってます、もう本当に。11連勝まであとアウト1つ、笑みがこぼれます。ベンチで黒田博樹、横はルーキーの岡田、ヒーローインタビューで黒田さんに追いつきたい、そういうコメントもあった岡田と黒田。こういう時の岡田と黒田の話も聞いてみたいですね。興味あります、はい。しますと吸収すべきことが山のようにあるはずです。ツーボールから一球ストライクボールで場内は大きな歓声、そして大きな拍手。上空から落ちていた雨もどうやら今はほとんど止んでいる模様です。ライトへ、試合終了、カーブ、今日は相澤、小田監督は、うん、ここで抗議に出ています。山本さん、これをカープがファイナル勝利、記録はエラー、エラーが
レフトへのフライはフライではない、スタンドへ。下鶴ツーランホームラン。カープ今日チーム3本目のホームラン。でも仕方ないってことですね。石原バトリーセンター前、同点。8番石原、同点のタイムリーヒット。ボール2から来ました。勝負に行ったんですか。いや、これはね、アウトコースのね